ナトリウム層とは、地球の大気の中間圏に存在する、化学結合しておらず、電気的に中性なナトリウムの原子を含んだ部分の、ことである。EN、スターファイアーオプチカルレンジでライダルのために、使われている EN、ファル。レーザーガイド製の設備は、ナトリウム D にある線に設定され、上層大気のナトリウム原子を冷気する。 この層は普通高度80から 105km の間に存在し 5km ほどの厚みを持つ。この層のナトリウム原子は隕石の蒸発に由来する。この層より低高度の大気中にあるナトリウム原子は通常酸化ナトリウムのような化合物になってしまい、より上層では電離していることが多い。ナトリウムの濃度は季節によって変動する。ナトリウム原子の平均柱密度は 大体40億個平方センチメートルである。この層のナトリウム原子は一般には冷気しており、波長589ナノメートル付近の光を弱く放射している。この波長はスペクトルの中では黄色に相当する。この放射の波長体はナトリウム D 線として知られている。この放射のことを大気孔という。ナトリウム層は天文学者たちにとって上層大気に 人工のレーザーガイド製を作るのに役立っている。レーザーガイド製は保証工学によって大気の揺らぎを打ち消すのに使われる。これによって光学望遠鏡はその解像度の理論的限界により近い性能を出せるようになった。ナトリウム層の最初の発見はアメリカ人の天文学者のベストスライファーによって1929年になされた。1939年には イギリス系アメリカ人の地球物理学者のシュドニー・チャップマンが大気候を説明するための科学反応周期の理論を提案した。a ジョージズ、n フビン、n レッド d f o r RM、アトモスフェリック・ソディウム・コラム・デンシティ・モニタリング、エー s コンファレンス・アワークショップ・プロシーリングス56、ビブコード、1999SSEC56-3A、 オリジナルの2012年3月19日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 3 1 9 1 7 2 2 4 h t t p w w w m p e m p g d e i r a l p h a t m r p a p e r s a g e o r g e s p s g z 2 0 1 1年9月4日閲覧 ありがとうございます。